末には私たちがね定期的に行っている放課後ライブがあったりだとか、いろんなねまあライブ活動だったりラジオだったり番組だったりいろんなことを通して勉強させていただいているんですけれども、はい、それとはまた別にですね、お振り分けオーディションという恒例行事があるんですか。ありますね。もう夏といえば振り分けやっていうね。いろいろありますね。そうですね。私たちがそれぞれ今所属しているチームがあるんですけれども、うん、そのチームとは別のところに移籍をしてまたその違うチームで勉強しようという課題がね、課せられた子たちがまた今年も発表されたわけですよ。まあ、りっちゃんもね、ありましたね。あったな、去年な。だいぶブラックだったよ、去年のりっちゃんは。今考えたら、ただ移籍しただけっていうね。なんであんなに黒だったよっていうのがいろいろありますけれども。はい、りっちゃんもね、移籍ありましたよね。なかったですね、私は。あ、まあ、かな、あると思ったんですけど、なんか言われたんですよ、オーディションの方が。あ、全部落ちで使われた。全部落ちで使われた。全部嘘だったんでね。どんな子たちが振り分けられたかというのをこのリーダーから発表してもらいたいと思います。ありがとうございます。それでは早速振り分けオーディションの結果発表をリーダーから発表してもらいたいと思います。はい、まずはチームワンハートへ移籍するメンバーを発表したいと思います。1年生から一ノ瀬かなめ、加藤愛理、久保文乃、西岡優奈、山下美優、米田彩乃です。そして2年生からは中西ゆか、西山梨沙です。そして3年生からは池田瑞希です。この9名がチームワンハートへ移籍してこれから頑張ってくれます。それではね、このメンバーが移籍ということで早速、じゃあ次はソーダの、そうですね、ソーダ移籍するメンバーを発表したいと思います。それではソーダ移籍するメンバーを発表したいと思います。1年生から竹富桃江、2年生から田中ほのか、本田真帆、村田桃子です。この4名がこれからソーダへ行って頑張ってくれます。はい、ということでじゃあもう最後、はい、チームマイドから移籍するメンバーを発表してもらいたいと思います。はい、それではチームマイドへ移籍するメンバーを発表したいと思います。1年生から伊達瀬奈、神田司、郡里紀帆、吉永美優です。そして2年生から移籍するメンバーを発表します。浅井カレン、タイクサヤカ、そして前田好美です。そして3年生から移籍するメンバーを発表します。高瀬レオナ、藤川ひかり、この9名が毎度へ行って頑張ってくれます。はい、それでは先ほど発表させていただいた移籍メンバーの中から今日は3人に来てもらいました。これからワンハートでさらにかっこいい時期になることを皆さん期待して
てほしいなと思います。はい、じゃあ次、今回の話を聞こうかな。はい、この組はチーム、ワンハートずっと思っとったんで、なんか、奇跡ないかなとか思っとったんですけど、なんか、まあ、ワイドになって、なんか、なんか、ワイドも学べることがいっぱいあると思うんで、なんか、たくさん、これからも学んでいけたらいいなと思います。そうですね。はい。まあ、ワンハート、卒業生ということに、たくさん思いもあったと思うし、これから頑張っていこうという気持ちもあった中で、ワイドに移籍ということでね、あの、本当に多分、発表後から、たくさん考え、LINE もしてきて、最後まで見放さず、引っ張っていこうと思いますので、皆さん、ポンちゃんの応援もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に、ゆかは、はい、なんか移籍するかなってちょっと思ってて、うん、思ったんですけど、うん、まあ、そうなら高校いいやし、まあ、何やろなって心の中で思って、もう発表されたときに、なんかやっぱりなと思ったのもあるけど、なんかもう壮大だ、みたいな、もうとりあえずギャーって泣いて、として頑張ってもらうということなので、はい、皆さんまだまだ、応募期間ね、まだありますので、ぜひぜひよろしく。